パラプンテ J リーグサッカーチャンネルということで、今回序盤戦の評価、鹿島編ですね、やっていこうと思います。よろしくお願いいたしますということで、鹿島、7節を終えた時点での今回、評価にはなってきます。まあでも開幕したての頃は非常に良かった鹿島にはなります。ちょっとね、やっぱシーズン開幕前の補強動向とか、ポービッチ監督の評価とか見ているとやっぱりね、あんまりよろしくねえんじゃないかとか、いやーね、ポービッチ監督ね、ボールつなぐために呼んだみたいな、ポゼッションに切り替えるみたいなところでね、保持できるポービッチ監督呼びましたみたいな、なんかね、チームの方の発言があって、いやポービッチさん、そんなポゼッションにこだわってる監督ではないんだけどなとか思いつつも、でも、じゃあポゼッション率が、どうなってるかってところを見たら、うんって感じが正直、一個思うところがあったんで、そのまあね、ポービッチ監督が7試合で残した数字とちょっと振り返って、まあ、その点評価をしていこうと思います。よろしくお願いいたしますというところで、こちらですね、まずじゃあ順位表から見ていきましょうというところで、鹿島現在勝ち点10で8ですね。まあ2連敗中にはなってきます。福岡戦に、まあ敗れた後、その次の試合でも敗れるというところで、なかなかちょっと現状はね、厳しいんですけれども、ただまあやってるサッカー自体は若干昨年からね、変化をしております。まあちょっと先に少し話をしていくと、そのね、ポゼッション率を上げていきたいとか、保持型のチームを作っていきたいというか、なんかね、保持率をどうも上げていきたいみたいな、ことを誰が言ってたかな、小泉社長か誰か、強化部の方か誰か言われてたと思うんですけども、でじゃあ実際どうなのかっていうと、ポゼッション率現在6位、 52% かな、だからまあしっかり保持型のサッカーをすることができていて、確かに今年の鹿島のゲーム見ている中で、まあ、昨年のようにこう、ね、センターバックから、中盤すっ飛ばしてロングボール蹴ってみたいなことはまあ減ってるかなっていうのはちょっと感じます。まあ、もちろんこうロングボール蹴って、ね、もう鈴木馬選手に預けるとか、チャブッチせらしてみたいなシーンもありますけれども、そこでも使い分けがうまくいってる感じがします。まあやっぱ前提保持していきたい、まあ後ろからつないでいきたいっていうのはね、見えますし、ちょっとそれが詰まったりとかうまくいかなかった時に、飛び道具としての前線、高さ強さを持った選手がいるんで、あ、でもこれは鹿島はね、面白いなっていうのはやっぱりありますね。鹿島、僕はね、別にこのサッカー自体はね、嫌いではないというところにできます。まあ現在8位というところで、まあこの成績をもとにまず評価していくと、こちらにできますね。現在、現在7節終了した時点では、まあ、S から D の5段階と B ぐらいかなというのは、あります。で、左出しているのがこれまでに、登場した選手たちというところで、もしかしたらね、誰々が抜けてるとかあるかもしれませんけども、一応こんな感じの、今シーズンのメンバーじゃないか、その選手今年そこやってないとかね、ありました。そこを、ね、指摘してもらったら、ちょっと安西の右ってあったから、なんか自分で今言っていてね、不安になってきましたね。まあ、ボランチの左右等はね、この組み合わせによって変わってきますんで、あんまそこはちょっとね、というところで、一応こんな感じかなというところになってきます。まあ評価としては B ぐらいでしょうかね。で、まあ開幕したての頃はね、開幕3試合が1勝1着1敗かな、まあなかなかにいいスタートを切っていたんですけども、まあ現在連敗中なんで、ちょっと印象としてはね、この動画時点では印象としてるとね、あまり良くないのかなという感じはしますが、ただもう振り返っていくとね、やっぱりシーズン開幕前の評価、僕もちょっと順位予想はかなり低いところに今年ね、予想をさせてもらった鹿島アントラーズにはなってきます。ちょっとどうなんだみたいな、あーね、思うところはいろいろあったんですけれども、ただそこと比べると、まあ8位とはいえね、なかなかに悪いスタートではないのかなという印象にはなってきます。で、あとだから正直鹿島に関しては期待値超えてる選手がいますよね。まあ例えばね、チャブリッチ選手もね、そうですよね。開幕したての頃はね、センターフォワード、鈴木馬選手の負傷の穴を埋めるセンターフォワードでプレーをしておりました。で、そこでやっぱボールを収まるし、強さを発揮する、もともとウィングの選手なんで、まあ、センターフォワードっていうところは彼にとっては2番手3番手ぐらいの、ポジションとは思うんですけども、そこでも十分強さを発揮していたんで、まあ、今後はチャブリッチと鈴木馬の2トップなのかなとかね、思っておりましたけれども、まあ、鈴木馬復帰した途端にしっかり、まあ、チャブリッチをウィングに、戻すというか、そこで使うみたいな、ところ、まあ、これスタメンの回数が多い順に並べていますので、一応こんな感じにはなってきますけども、ただチャブリッチが最近は、ね、左のウィングで使われてます。で、ただ仲間選手も2ゴール上げていて、で運動量も豊富でね、だから選手自体
体はね本当いい結果残してますよね。名護選手もね、ああ名護がね今年とうとう才能開花かっていうところにも、なってきますし、で逆に松村藤井中とかもう一か二か、向けてほしいかなとちょっと、感じますよね。まあそういうところで、うん、なんか選手自体はね期待値超える活躍を見せているイメージがどうしてもありますけどもね。でボランチ知念のハマりもいいというところで、まあやっぱねキャンプの練習試合で、まあ、ちょっとボランチが柴崎いない、佐野海舟も不在というところでボランチいねえよねってところで知念が使われたのかなと思ったら、しっかり開幕からね結果残してますよね。まあ、後ろからしっかり運ぶこともできるし、まあ首位も相当ね、タイトにいってますんで、まあこの知念のねボランチはこんなにねハマるのかっていうのをちょっと感じるところにはなってきます。まあ、昨年はウィングも経験してもうフォワードだけでいろんなところで、ね、使われている知念選手にはなりますが、これでは柴崎選手帰ってどうするんですかね。柴崎選手復帰したら柴崎佐野海舟のダブルボランチがなんか、ね、規定値規定になんかなりそうな感じもします。であとそうか名前出してませんが諸岡選手ですね。そう、ゼルビア戦で多分 2,3 分間諸岡選手がプレーをしたと思うんですけども、あのね諸岡選手はその時どこでプレーしたかっていうのは全くちょっと僕の中で記憶が抜け落ちていて、ちょっと調べても出てこなかったんですよね。で、まあ、これ諸岡選手名前入れてもいいんだけども、記憶がないんでどこで使われたかね、記憶がないんで下手に諸岡入れていやそこで使われてねえよっていうなるぐらいならちょっと今回はね、まあ、2分間だしね入れなくてもいいかなっていうところでね、ね断枚出しておりませんが、よかったら諸岡選手はその時ゼルビア戦どこで使われたか本当ね分かんないところ無理して適当に書くよりも分からんことは分からんと素直に言った方が僕はいいと思いますので、世の中そんなもんなんでね、まあ、素直にその時 2,3 分間出たポジションどうしても思い出せないんでね、よかったら教えてくれというところになってきます。教えてくださいというところだったけど教えてくれってお前教えてくださいというところになってきますけどもね、というところでまあうん、だからまあ選手自体はねあそこでその選手使って大丈夫だなかと思いつつもねやれてる感じがします。でまあ懸念点の前にもう一個がそう、能野選手もいいですよね、右のサイドバックね。うん、なんか将来的にはマイクマ選手みたいなサイドバックなんだけどチャンスメーカーみたいなところもね期待できるんじゃないですかね。もともとなんかサイドハーフ、大学生時代はなんかサイドハーフとか高校かな、なんか途中まで、ね、プロ入る前はサイドハーフを主戦場でやっていて、なんか途中でね学生時代コンバートされてっていうのが話で聞きましたけれども、いや本当ね素晴らしい選手、まあ、代表はサイドバック不足なんでね、まあ非常に今後、ね、活躍できるんじゃなかろうかというところでしょうかね。で、まあ、その懸念点は例えばセンターバックの選手層の薄さでしょうかね。まあ、チャブリッチを獲得して、でパレジ選手加入して、でこの間ミラソビリビッチ選手をね、ちょっと僕これちょっと言える自信ないな、獲得して、この間、ね、登場していましたボランチで途中が出てきましたけどもね、うん、なんかねロマンがあっていいなっていう感じをちょっとねしましたけどもね、ってところで後ろがねちょっと薄いんじゃねえか、まあ、関川選手、上田選手っていうところで、一回筑井選手がそれこそゼルビア戦で、ね、先発で出ました。で名護選手もセンターバックで確か出ていた、この時名護は右と左どっちで出ていたんだっけはちょっと記憶ないけどもね、まあ、名護選手もセンターバックでね出ていたんで、まあ、名護選手もともとボランチとかサイドハーフの選手と思うんですけどもね、まあ、センターバック結構ねポビッチ監督は魔改造してますよね。なのでちょっとセンターバックにもし怪我人が出たとか、そこの不安要素はあるかなっていうのはちょっと感じます。ただまあそれぐらいかな懸念点で言うと、本当新しいことで挑戦していて、まあうん、不安定さもありながらもうで現在連敗中なんでね、ただまあ本当開幕前の評価よりも全然いい戦いができているんじゃないか、まあ、この戦術の夏場以降2巡目で対策されるか、それとも、ね、相手の対策を逆に、ね、ひっくり返してこっちがね相手を上回ることができるかどうか、中途がちょっと楽しみっちゃ楽しみですよね。だからまあ10節を終えた時点でどこの位置にいるか今ちょうど読めないですよね。トップ5にいる可能性もあるし、で、まあ、ただ10位以下に落ちる可能性もあるんじゃないか、なかなかちょっとここね3試合2試合2、3試合かは重要な、ね、ポイントなんじゃないかっていうのは感じますよね。本当は鹿島なんか、まあ、僕は強い鹿島がやっぱりね、見てみたいんでというところができます。さあ、鹿島アントラーズどうなるかというところでしょうね。てところで次こちらまだ動画続きますよ。てところで次こちらには、なってきます。
数字で見ていきましょうというところでね、鹿島一応こんな感じの数字、まあ保持型のチームを目指す割にはちょっとチャンス構築率とか低いかなっていうのは感じますんで、この辺かな、うん、やっぱ保持はしっかりできているだけにもうちょっとチャンスの数が増えればいいし、だからシュートの本数ももうちょっとね上がってきてほしい。まあやっぱりこう相手がうんぬんかんぬんよりも自分たちが主体的にやっていくんで、まあ自分たち次第のサッカーを今後ねやっていくのであれば、まあこの辺のチャンス構築等はもっと上げていってほしいというところですよね。ただやっぱ鹿島らしいとか守備のところですよね。チャンス非チャンス構築率が5位とか、なんだかんだシュート打たれる前に潰すことができているとか、まあ佐野海舟がボール拾うところもそうですし、まあ知念がねやっぱりねタイトな守備してますもんね、あの男がね、のもあるのかなちょっと感じますね。でまあ、得点パターン、失点パターン、こんな感じで、クロスが一番多いというところでございます。まあ、この辺はちょっとまだ始まったばっかりなんで、あんまり触れることはないというところでしょう。で、こちら。ってところで、まあ、スタッツですね。さっき言ったポゼッション率 52.6%、6位なんで、まあ、基本的には相手よりも、ね、多くポゼッションをしている。まあ、対戦相手がね、これどうかというところも正直になってきます。まあ、対戦相手は非保持型のチームの対戦ばっかりだったら、おのずとこの辺の数字はね、伸びてくるっていうところで、ちょっと今、ね、その辺気になったんでね、結構僕は喋りながらね、裏でこうやってね、思ったことは調べていくんですけども、保持型のクラブとの対戦は、フロンターレで、開幕節のグランパスの、この時はまだ保持型、保持志向で、確かあったんで、まあ、グランパスはどうなんだろう、保持型と呼ぶべきか、保持を目指しているけど、うまくいってなかったチームには、なるん でセレッソも保持型ですよね。セレッソフロンターレっていうところが分かりやすく保持型のチーム で FC 東京も保持型目指してんだけども保持しない方がね、勝ってるみたいな、なかなか、ね、読めないところあります。ただ FC 東京戦も鹿島アントラーズの方が確かポジション率は上回っていたんで、まあ、そういうところなかなかね難しい、対戦相手うんぬんかんで評価するのはちょっと難しいね、このポゼッションの鹿島のところにはなってきます。これこそまあ1巡目終わった時にどんな数字なのか、ただ今後の数字やっぱ保持型目指すのであればね、キープしてほしいかなっていうのはちょっと感じます。まあ保持してるんでね、もうちょっとこう30メートルライン進入回数、エリア進入回数は増やしていったらいいのかな。やっぱこの辺の数字ってね、保持型のチームでね、自分たちでボール持つんだけども 30m ぐらいのファイナルサードのところに入れないよねとか、エリアでも入ってないよねっていうのはちょっとね、うまく本当にいってるのがボール持ってるだけになってるんじゃないかとかね、そういう評価にもなりかねないんで、まあなかなかに難しいところにはなってきますが、ただまあ発展途上、本当これからね、鹿島ね、新しいこと本当やってる感があります。本当ね、ハイブリッド型っていうか保持もできるしね、ロングボール蹴ってもそこでね、セカンドボール拾って前進することもできる。従来の鹿島の良さと、まあ、ポビッチ監督のポゼッション、あんまり本当ポゼッション志向の、ね、ポビッチさんイメージはゼルビアの時なかったんですけどもね、っていうところかな。まあ本当ね、鹿島自体は生まれ変わるしてるのはね、目に見えて分かりますんで、まあそれはちょっと一 J リーグファン、サッカーファンとしてね、鹿島は今後どうなるかっていうところはちょっと注目してみていこうと思いますけどもね。はい、というところが以上です。以上、パロメンテージェルサッカーチャンネルでございました。よかったらまっさら